じゃあ今回は杉山つかさでいきます。しだし、さあここですね。問題はここですよ。でも基本3人だからな、不動明に行ったってな、ルドルフはちょっと。じゃあダン君行こうか、山吹中行こうか。でもさ、山吹中そんなにこう3人しかいないのに深いストーリーになるのかなって思うんだよね。ちょっと そこがね心配なんですよね。性格だったらさ、いっぱいいるじゃん、メインキャラクターがさ。では今から学園祭のミーティングを始めるが、ああそっかそっか、みなみも出てくる、ね、その前に紹介をだから、恋愛対象に選べるのが3人ってことか。今回俺たちそこにも選ばれないみなみくんがちょっと運営委員だ。かわいそうではあるが、まあ基本的にダン君ね、わりかしかなりハードルは低いみたいな、ね、そんなに話さなくて困ってもでは学園祭の詳細について戦国と運営委員に説明してもらう。まあ、山吹中でちょっとね迫力には欠けるよな。メインキャラが少なすぎる。確か今回の学園祭って1年生だっけ、あの評定の跡部さんが関わってるって聞いたんですけど、本当ですか？マネージャーじゃ、なんだっけ、声楽の1年3人衆がアニメでよく出てきたんですけど、その3人衆とよくいたもんな、一緒に。ああそうだよ、跡部榊両グループが共同出資してるんだ。ダダダダーン、怪しいです。それって何か裏が。まあ同じ展開ですね。それはないんじゃないかな。多分テニスの借りを今回の学園祭で返すつもりなんじゃない？俺の想像だけどね。借りを返す。来た、阿久津。どういう。阿久津先輩知らないですか？今回の学園祭を。そうですね。くだ。まあ同じ流れですか。ちょっと飛ばしていきましょうか。俺たち勝負ごとになってる。そういうこと。それに売り上げの良かった模擬店には補助金も出。あ、それ嬉しいです。いろいろと備品が揃えられる。模擬店は各店数部単位で出店することになってます。あとアトラクションもありますよ。こちら自由参加です。アトラクションだとか踊りとかそういう出し物のことです。アトラ、まあ、私は運営員をやるということになりますね。人のプレイなんざどうでもいい。テニス、まあ、自分は自分のスタイルだ。でもでも阿久津先輩、しょ第一俺はもう。おや、バンジーはまだタイ。なんだと阿久津。まあまあ、とにかく阿久津、君も一応山吹中テニス部の一員なんだ。ね、抜けたがるよな。みんなテニス部員としてでやるのは面白くないだろ。一匹狼的な感じだから関係ね。君はそう思っていても周り、それとも戦わずして逃げるの。なんだとてめえ。阿久津先輩、一緒に頑張りましょうです。俺に指図するんじゃねえ。たとえテニスじゃなくても勝負は勝負。挑まれた以上は受けて。さ、なんか言ったか。別に。さて、それじゃあこれが今回の学園祭のスケジュールだよ。学園細かいことは
さあ新しい、シナリオも始まりましたということで、もう1個エースルデータ作ります。それじゃあ学園祭に出展する模擬店のミーティングを始めるよ。何か？はいです。模擬店といえばやっぱり食べ物屋がいいです。 だから声楽でやってた時はたこ焼き屋だったっけ。うん、あ、もんじゃ焼きか。で、そうだな。阿久津先輩は何かやりたい模擬店はないですか？模擬店といえば食い物。興味ね。基本中の基本。それじゃあ、はい。具体的に何か？そうい。わかったわかった。じゃあもんじゃ焼き屋にしよう。あ。反対の人いないね。じゃあこれで決まり。なんでもんそこでいきなりもんじゃが出てきたんだと。もんじゃ焼きって普通だっけ。そんなに模擬店としてポピュラーなもんだっけ。うん、来た。ああ、今のとこスキップするようなことはない。さあ、まあ戦国も進めていくか。まあでも基本的に最後はガンにする予定なんで。こんにちは先輩。君って可愛い。なんですかいきなり。うーん、君みたいな可愛い子に出会えて。ほん、そんな。そうだ、今度の日曜デートしようよ。早いな。うん、愛の前には時間なんて関係ないんだよ俺たち。あの先輩ももしかして私をからかってません？からかうなんてとんでもないよ。ね、デートしようよ。やっぱりからかってる。いや、それでも上がるという勝手に上がられる親愛と。そういえば友達が前に戦国先輩にデートで誘われたって話してました。え、いや、それはね。そうですよね、先輩が本気で私にそんなこと言うとは思いません。先輩ダメですよ、あんまり女の子からかっちゃう。気をつけてくださいね。強敵だな。でもこういう反応は結構新鮮。もう少し押してみようかな。典型的なチャラ男だな。ちょっと待てよ。ダン、ダン君体操してるの？健康体操。それじゃあ一緒に。はじめは背伸びの運動。腕を上に上げ、健康体操はすごいです。オッケーオッケー。基本的に声楽のメンバーいないか。まあそうだよな。よし、まあ乾杯。よし、お待たせしました。ここか。うん、そうだね。もんじゃ焼き屋って何を準備すればいいですか？まあとりあえず建物から始めて、まあ食料調達はラストすればいいから、そんなでに大変なもんでもないのかな。屋台と鉄板、食器類にガスコンロだね。あ、そうか、鉄板か。
ガスコンロは強力なのが必要だな。それなら全部委員会の方で準備できます。そうなの？いやーラッキーだね。あ、でも屋台の組み立てとか。今日はまだいいんじゃない？部長たちも今日は用事で。阿久津先輩もそうだな。まずは一致団結しないとちょっときついんじゃないか。多分ない。あの、じゃ借りるものの。まあでもそうだよ、あの鉄板とかまずさ物がないと始まらないから、まあとりあえず組み立てだろうな。あ、靴はどこ行ってんだよ。なんだ、あの模擬店の下見をした時サボってましたよね。それがどう。次はちゃんと出てきてくださいね。いい度胸じゃねえか。俺に運営いいんですから、うん、真面目なんです。俺は学園祭なんざ興味ねえ。そうだ、勝手にしてるのに好感度が。大地と学園祭の話題。まあシークレット編ではいなかったからね。あれ、すみませんです、これから阿久津先輩の。そうか、やっぱりそうか。まあ途中までそんな感じで、うん、そうだね、経過するか。多分阿久津に聞いても同じだと思うな。夕方なんか今帰るところ、よかったら一緒に帰らないかな。ごめんなさい。そうだな、やっぱりそうなってくるよね。最初はちょっとね、恋愛的なの微妙だから、なんだろう、他の人に話しかけてもいいかなって思います。はい、分かったんですけど、山吹中で進めてた場合、山吹中の、まあ、誰かに話しかけないとまず進まないっていう。まあだからまあ、うるせえ話しかけんなみたいなね。興味ないんだよみたいなこと言われても、とりあえず誰かに話さないことには進まないから話しかけるみたいなね。まあそういう流れみたいですね。まあ別に何の話題振ってもいいんですけど、その中でまあ、好感度を上げていく。まあそりゃそうだよね、いろんな人のシナリオを作るの大変だもんね。特に25日までは好感度上がるイベントがないから、もうしょうがない。俺はまあいろんなこと話したいけど、多分しばらくは無理だと思うんで。君と話したいんだけど。そう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 、戦国ですらだよ、戦国ですら。休養を思い出したな。それじゃアトラクションの演目と参加者を決めるミーティングを始めるよ。この日はアトラクション系になるんだね。あの、なんだいダン君。アトラクションは他のテニス部の人たちと組んでいい。そうすると他校の人たちと一緒にミーティングした方。大丈夫です、そこのパソコンで他校と連絡を取っています。演目やメンバーすぐに分かるようになっています。ああ便利です。おや早速エントリーがあるね。不動峰の神尾くんがロック、ね、ほうロックバンドとは派手だな。俺向きだ。そうかな。そう、いややめておこう。ああ楽器を演奏できないからな。じゃあこれは六角佐伯くんの提案でボーカルユニット。
あーボーカルだけってこと、どうかな。んじゃ俺が参加するよ。参加希望戦国っと。まずね、そうだね、この4人の中だったらっていう消去法だよな、ね、消去でやってやるみたいな感じで。演劇、まあ演劇は太一くんがいいんじゃない。あと協定のムカヒくんがストリートダンスを提案してるね。戦国先輩、僕は演劇に参加するです。うん、わかった。あ、和太鼓っていうのが入ったね。なんだか阿久津向きじゃない？え？そうだね、力ありそうだけど。んじゃ勝手にエントリーして。参加阿久津と。ああ、ダメですよ、勝手にやっちゃ。いいのいいの、和太鼓には声楽の川村くんもいるし。そうならいい。大丈夫。もう。あ、協定の跡部くんが演劇でハムレットを提案した。ハムレット。派手だな。部長参加するの？いや、やめとこう。俺向きだなって言っておいて。まあそれが多分南さんらしいんだろうね。ああ、もう少し派手なのがあれば参加するつもりだったが。いや、どうなんだろうそれ。いいね、キャラが出てて。火曜日昼、戦国を見ます。え、わかんないの。まあとりあえずね、進まないと話になる。太一、ダン君、テニスの練習？はい、少しでも多く練習して上手くなりたいです。頑張ってね。それじゃあジョブマッシャー悪いから。あ、待ってく、あの練習手伝ってくれませんか？うん、いいよ。ありがとうございます。これは確かミニゲームかなんかだっけ。先輩こそ、これはまあパッとね終わるパターンのやつか。まあこの辺は少しずつ上げてみましょう。阿久津先輩、なんだてめえか。なんかよ。アクセントアトラクションで和太鼓に参加するんですよね。知るかよ。戦国が勝手にエントリーしたんだ。でも先輩似合うと思いますよ、和太鼓。だからなんだ。俺に指図するつもりか。違います。ここはね、あえて違いますよ。個人的に先輩の和太鼓姿を見てみたいと思っただけです。なんで俺がお前の希望を叶えなきゃならねえんだ。ねえ、まあでもそれがね、期待に応えるっていうのが、ね、男ってもんじゃないの。無理にとは言いませんけど。勝手に言ってろ。そうだな、ツンデレなんだよな。ちょっとこれで好感度上がるだったけどな。そして夕方、まず阿久津見ます。あ、阿久津先輩とダン君だ。で、どうなんだ、少しは上達したのか。それが、なかなかうまくいかないです。ふん、ま、そうだろうな。どうしたらもっとうまくなれるですか、阿久津先輩みたいに。俺を目指すなっつっただろうが。お前には別の目標があるだろう。目標は、すごく遠いです。甘えるんじゃねえ。遠かろうが近かろうが、一度決めたんなら貫き通せ。あ、はいです。せいぜい頑張るんだな。
お前の取り柄はそれだけだ。はい、頑張るです。阿久津先輩の分も。好きにしな。阿久津先輩、ダン君に優しいんだ。うん、違う、阿久津先輩は本当は、まあ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 、いやでもどうなんだろうね。やっぱそれは近しい人が一番知ってんじゃないの。ダン君とか戦国に聞いてみたらいいですね、そこは。まあ、本当はまあね、そういうパターンはよくある話だけど。で、話すのは戦国です。決まってるじゃないか、君を待ってたんだ。君と話がしたくてね。君と話せるなら、これ普通のパターンで言ったら戦国になっちゃうな、これ。だってさ、基本的にアプローチかけるタイプの人間だからさ、自分がこう言っちゃったらね、拒否ない限りはちょっと戦国になっちゃうぞ。委員の仕事でいろいろと移動するのに用事があれば声をかけてくださる方が。そう、それじゃあ今度からそうしよう。それで私に何か用事でも。すごく大切な用事なんだ。ちゃんと聞いてね。今度デートしない？先輩、またですか。ああ、君が OK をくれるまではね。ついさっき別の女の子に同じセリフ言ってませんでしたか。見てたの？これでやっぱりすると好感度上がるのか。え、ああ、はめられた。そういうのは墓穴を掘ったって言うんですよ。残念。戦国ってうまいんだっけ、テニス。どんくらいうまいんだっけな。さあ、24日水曜日。とりあえずいろんな話題をゲットしに行きます。まず大地を見る。まあ一回話してもいいか。じゃあ靴。だってこの3人のうち2人に話しかけないと進まないからね。またてめえか。今度はなんだ。南くんがそもそも外されてるっていうのがおかしいから。今日の午後から模擬店の組み立てがありますから忘れないでくださいね。それはどういうことだ。まあ当たり前でしょう。ああ、強制されるのまあ嫌いですだけど、そこはさ、強制されるの嫌いとかそういう問題じゃなくて、仕事の一種でっていうかね。俺の意思で決めろってことか。まあそれもそれで、先輩が手伝ってくれるとすごく助かりますし。気が向いたら言ってやる。おお、分かった分かった。強制しなきゃ上がるのか、阿久津の場合は。まあでも逆にね、ぐいぐい来られるよりはいいんじゃねえかな、その方が。自分から行かないとっていう。パターンの方がね、去るもの追わずな人の方が、まあ男目線ですけど好きですね。太一見る。あ、アトラクションの演劇の打ち合わせかな。演劇に参加するのはいいが、演目は決まってなかった。この演劇はそっち系なんだね。ルドルフと一回とかが中心。それでしたらご安心ください。このメンバーの顔ぶれでぴったりの劇が浮かび。ぴったりの劇？何それ。やっぱりそうか、織田信長です。まあ、真田がいるもんな。戦国ものですか。へえ、いいんじゃないですか。だいたい想像はつくっすよ。主役の信長は。でも主役やりたいじゃないの、あっかよは。察しがいい。お、俺が信長か。面白い。そして明智光秀は日吉君。まあ敵役もいいよ、ね。君にお願いしますよ。明智光秀。桐原君には秀吉をやってもらいます。なんかでもぽいっちゃぽいかも。なるほど。次期立会を背負う俺に。
ダン君には森蘭丸をやってもらいます。結構脇役中の脇役じゃない。森蘭、後で僕がシナリオを書きますから、それを見て理解してください。あ、はい。水木、俺とお前は何をやるんだ。僕は黒田官兵衛を、部長は八須賀正勝をやりましょう。この配役だと舞台は本能寺の変化。舞台は本能寺の変化。そうですね。お話の中心はそこに持っていくことになります。すごいね。でもこれはね、結構演技力いるよな、マジで。なんか微妙にやられてもって感じだね、歴史ものは。ちょっとそれはそれで面白そうではあるけど。じゃあちょっとは戦国と話し合おうかな。まあ結局戦国には行かないんだけど。ああ、うん、学園祭の話題てか、ダン君のことを聞きたいとかそういうパターンはできないんだね。お、ご、ガスボムとかよく使いますので、よく飲んでおいてください。これ皆さんにも配ってよく働くね。ではこれから模擬店の組み立てに入ります。資材は一通り届いてるんだな。はい、ここにあるので全部です。それじゃあ早速組み立て。北と二戸、室町は資材の仮組を、残りのメンバーで組み立てをする。山吹地はまあこの4人以外も結構いるっちゃいるってことだよね。大変です、阿久津先輩がいなくなったで。またか。探してくるです。まあ、いや、いいよ、もういいよ。阿久津男ぜ、途中前とはいえちゃんと手伝ってくれ。あ、そうか。うん、こんなもんだろう。飾り付けを除けばこれで大。それじゃあ明日はもんじゃ焼きを作ってみようか。そうだな。それじゃあ必要な食材委員会で用意しておきますね。うん、頼むよ。ほんとこういうのね、あんまやったことないからな。運営委員ってやっぱりめちゃくちゃ大変だと思う、ほんと。やっぱこういうことした人っていうのがね、将来有望だったりするのかな。24日昼太一、ちょっとずつね、上げていかないといけない。あ、先輩、宿題？そうです。ああ、そうか、教えてあげようか。え、いいですか、お願いするです。ここなんですけど。すごいな、でもそれで急に聞けるっていうのはすごいかもしれない。なんか飲み込みが早いね。そんなことないです、先輩の教え方が上手だからです。いい先輩、なになに。先輩は優しくて頭も良くて素直だな、すごいです。先輩みたいな人がお姉さんだったら僕素直すぎない、嬉しいです。そんなまっすぐ言われたら困るでしょ。はい、僕は妹しかいないからお姉さんがいてくれたら嬉しいです。お、どうかしたですか。なんでもないの。今日はどうもありがとうです。またわからないところがあったら聞いてもいいです。遠慮なんかいらないからいつでも聞いて。いいじゃないですか。もう逆にね、太一くんが純粋すぎて逆にちょっと横島な感じの戦国とのその調和調和で逆に行きたくなってきた。戦国、いや、何を読んでるんですか。占いの本だよ。あ、これがよく当たるんだ、はいはいはい、そっか、まあ、まあキャラとしてはそうだよな。どう、今日の君の運勢占ってみようか。これはぜひぜひお願いします。お願いしますでいいのね。いいんだよ。うんうん、それじゃあまずは君の星座と。うん、いいね、今日は君の運勢最高だよ。 OK、 ついで本当だって。でそれ本当なの。OK。